田敏夫です。去年は大きい怪我が多くて、救急車に何度か乗ったんですけども、今年は怪我をしないようにもっと練習をちゃんとして、体を鍛えてどんな技でも受けられるようにしたいと思います。瀬川ひろみです。今の一番の悩みは太らないっていうことなんですけど、今60キロあるんで65まで目安にして一生懸命食べて太りたいと思ってるんですけど、やっぱリングに立って痩せてるってことは、ただでさえ弱いのに弱いってイメージもあるし、とにかく体を作っていきたいと思ってます。誰か太る方法がありましたら教えていただきたいと思います。お願いします。島田美馬です。いつも一生懸命自分なりに練習しているつもりなんですけど、なかなかレスリングとかうまくならないんで、もっと一生懸命練習して同期の山田とかトヨタに早く追いつきたいです。そのためにはもっと太って体力もつけて今まで以上に頑張らなきゃいけないんで、一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。田悦子です。今年は一つ一つの技を一生懸命に覚えて自分の体に合ったレスリングができるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。トヨタマナミです。自分は話すのが下手で、雑誌の裏とかに書いてある話し方っていう講座があるんですけど、それを本当に習いたいなって思ってるんですけど、誰か話し方上手な人がいたら教えてください。
高橋美香です。二十歳になってやっと大人の仲間入りをしました。髪の毛もパーマをかけて少しは年相に見てもらえるかなって思います。でも趣味は相変わらずスヌーピーのグッズ集めで、もう二十歳なんだから少しはいいものにこだわっていきたいと考えています。になって気持ちは大人なんですが、いつでもどこでもぼーっとするのはなかなか治りません。同期の高橋とのタッグも息が合ってきたので、これからも怪我に負けずに何に対しても頑張りたいと思います。私は10代最後の年なので、いいことも悪いこともあると思いますけど、いい思い出をできるだけたくさん作れるようにしたいと思います。全日本タッグのベルトや全日本シングルのベルトは今年は絶対にものにしようと思ってます。よろしくお願いします。例文です。中国では天天日文です。日本に来てもうそろそろ8年になりますんですけど、いまいち日本語があんましよくわからないんで、これからは一生懸命勉強して日本語をもっともっとわかるように努力します。これからもプロレス一生懸命頑張りますので、応援よろしくお願いします。小倉由美です。今年で7年目になります。今ちょっと歯が仮歯なんで、ちょっとふってこうやって喋り方が変ですけど、我慢してください。
私の今の趣味は今熱帯魚に凝ってまして、今部屋に熱帯魚がいます。ちっちゃいこういう青く光るやつとか、なんていうんだっけな、なんていうんだっけな、あのエンジェルフィッシュ、そうそう、そういうやつとかを今飾ってます。あとは観葉植物とかですね。名前、それは山崎月です。自己 PR、 生年月日41年1月3日、今年で23歳になりました。プロレスの方も、5月かなで9年目に入るんですけど、まあここまで来ちゃうと、まあ、意地でも頑張ろうっていう気持ちの方が先に立っちゃうような時もあるんですけど、まあ一人のプロレスラーとしてもね、伸ばせるものならどんどん自分で、チャレンジ心旺盛で頑張っていきたいと思います。最近はね、ちょっと試合の方もね、あんまりテレビとかで、皆様の前に登場しませんけど、まあ私なりに一生懸命 JB エンジェルスとしても山崎月としても今一生懸命頑張っていますので、これからも応援どうぞよろしくお願いします。別に何も言うことないんですけど、なんか話せって言われてるんで一生懸命話してます。私はどちらかというと口下手なんで、皆さんの前で話したりとかバカをやったりとかするのはすごい照れてできないんで、これからはそういうことができる人に見習って一つでも多く芸が増えるように頑張っていきたいと思います。
石垣光子です。私も二十歳を過ぎまして、そろそろ大人にならなくちゃいけないなと思ってるんですけど、なかなかやっぱり甘えが出ちゃって、みんなに甘えちゃったりとかいろいろしちゃうんですけど、ここ最近考えることはやっぱり自分の意見をしっかり持って、プロレスも生活もいろいろやっていかなくちゃいけないなと思ってるんですけど、例えば何か問題が起きた時とか自分で解決できなかったりとかするんでね、プロレスもそうなんです。何か試合中に困ったことをしたとやっぱり頼ってしまう、それが一番私の欠点だと思うので、そうですね、それをどんどん直していきたいと思います。そして大人の西脇光子になりたいと思います。それではまた会える日を楽しみにしてます。こんにちは、堀田由美子です。今年は年の初めから異種格闘技戦という大きい試合をしたんですけど、やっぱりまだまだ勉強しなくちゃいけないっていうか、これからも何度も何度も挑戦していきたいと思います。それでプロレスの方も今年5年目に入ったんですけど、やっぱり内容的にもやっぱりハートで勝負っていうか、心でプロレスをお客さんに分かってもらえるように一生懸命頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。マリンウルフの北斗晶です。マリンウルフになって歌とかを出させてもらってるんですけど、これからは歌にプロレスに一生懸命頑張っていきたいと思います。タッグの方では南と組んで CWA の世界のタッグのベルトを必ず取りたいと思います。個人的にも北斗晶として名前も変わったんで、自分なりにもっともっと自分をアピールして頑張っていきたいと思います。
マリンウルフの南鈴鹿です。鈴木美香から南鈴鹿に代わって心機一転で一生懸命頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。普段の私はすごくおとなしいっていうイメージがあるんですけども、そういうことは一切ありません。あと炊事洗濯が好きで、料理とか結構好きだって書いてあるんですけども、実際は料理番組を見るのがすごい好きです。サザエのつぼ焼きとかはなんかみんなお醤油を垂らしただけで食べるそうですが、私の場合はいろんなものを入れて豪華にして食べます。今度皆さんに作ってあげたいと思いますので楽しみにしててください。プロレスの方も一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。中佐はフラフラしながら日夜パウチックを、パウチックわかりますか、パウチックで自分のプロフィールを作って遊んでるんですね。それになんとそのパウチックに入れるものはワープロでちゃんと綺麗な紙に売ってあるんです。私はなんとこういう趣味があるんです。そして第二の趣味はなんとですね、皆さん知ってもらいたいと思うんですけど、ラブロマンスモンのビデオをたくさん私は集めてるんです。もしも必要であればそれも今度ご紹介したいなと思いますけど、皆さんも一度そういうマニア的なものをやるといいかもしれませんよ。ライノサスカです。今年年頭に念願だったベルトをこの腰に巻くことが、できました。5回目の挑戦だったので、5回分の嬉しさとファンの皆さんの思いがこもっている重いベルトです。今後誰か挑戦してきても、一生懸命頑張って守りきりたいと思ってます。今年で10年目を迎えましたが、まだまだライノサスカ力が残ってます。皆さんも今年も見逃さないでください。